到着しました。到着。テレレ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 。こんちくわ。テレレ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 。ま近い。はい。今日のあれなかった。あこっちだし。こっち出す。奥津温泉の星の里キャンプビレッジに来ました。今日はこんな感じで。はい、キャンプサイト行きますよ。行きましょう。今年の4月29日にオープンしたんかな。ここ入っていきますね。もうサイトがサイトです。これでも12ってどこ。トイレのとこを曲がってねって言ってた。4。ここはサイトがずらーっと並んでますね。6。あんま下だね、多分。あ、いいね。砂地ですね。ここか。12、ここ。あ、もう何え、ここは何。展望台付きいいとこがあるよ。本当だね。はい、到着しました。はい、到着。設営していきます。イエイ。え、今日の幕、今日の幕は終わっちゃった。人の幕じゃ思うて。人の幕じゃ思うて。はい、じゃあ進歩でいきましょうかね。一気に行こう。せーの、はい、で終わりました。近いわ。近いなこれ。終わりました。はい、疲れた。全貌見ようか。あ、まだできてねえんだ。後でね。これマイテープ整理したし。朝っぽい。そうな、多分光る。ちょっと光る。あ、違った、こっちだった。あ、ごめんなさいね、あの。カロン寝る前に。あ、これなんか今寝る。そう、体に負けるやつ。寝れるね、これ。高いよって言ったんだけどさ。僕、あれが。生活言ってよ。嘘っきりのこと言ってよ。何も言ってないじゃん。困ってる。お母さんとですよね。お稲荷さん風コロッケ風おはぎか、おはぎだね。やはぎおはぎ。なんかちょっと違う。おぎやはぎだそれ。いただきますよ。手でいい。いただきます。手でいけるのかな。はい、あ、こんな感じ。あの、お稲荷さん風。あの、まだ元気さてこれで暑かった。あ、うんこが入ってる。うん、うん、うん、冷たくていいね。うん、冷たさいね。このきな粉もいいんだよ。冷凍庫に。うまい。おいしい。ここでやらんの。いや、けど、ここはマジだろ、さすがにな。レベルが違うだろ。マジで？ここはマジだろ、さすがに。いや、指で舐めてからよ。Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away.おいおいおい。君たちくつろぎすぎだろ。もう今日焚き火料理。って感じかな。こんな感じ。ちょっとあそこ。あそこじゃねえか、温泉見えんか。あそこ広場になっとるね。温泉
はい、温泉ですね。てこれ、あの荷物がねここに駐車場があります。ここに駐車場でね奥津温泉の付近メインストリートのメイン、これちょっと割引で500円になりますかね、800円が。定休日木曜日、花美人の湯里、全部違うランチ無料、ご飯おかわりがね全部違う、全部違う、みんな違う。いや俺だよ、違う。ちょっと温泉に使って晩ご飯を作りますか、帰って、うん、はい、ちょっと行ってきましょう。ゴー。自分の椅子どこにあるか知らんけど、外、米炊きますね。暗号で久しぶりに、誰の指で行く？ちょっと指突っ込んでみてや。どこまで つくか。関節いった？いってない。いってねえだろ？リさん。え、みんなの指入れる。みんなの指入れる。いや、いいじゃん、もう。均等に、均等にさ。どう？第一関節いってないよ。じゃろう。ほら、俺半分ぐらい。あ、マジで。私はもう人によって変わるよね。でも変わるよ。リーさんので言ってみようよ。だから何回突っ込みやんない。私第一関節だって、うん、ほらもうちょいじゃな、第一関節、ま、もうちょいじゃろ、うん、これで人のせいできるな、じゃあこれリーさんのせいな、だけんかったらひどくない。もう一回見て、もう一回見て、 D 出しよ、 D 出しが入ってる。そういうこと、どうする、柔らかかったら大丈夫、痛めるから。あ、そっか、いい、もういいような気するけどね。いい、あの無洗米だけ多い方がいいかな、知らない。そうなの、炊飯器でここで、私もメモリしか見ないよ。メモリだって当てにならん。なんで、柔らかくないあるね、ひそかには、あ、あるわ、なんか、え、ま、メモリあんの、ほら、ここにある、すぎじゃない、これ、あ、ある、これいくつ、ここまで5歳です、は5歳だね、5歳じゃねえだろ、そこはそこは5歳じゃねえな、カット、カット、カット、47歳かな48歳です。ここまでが多分え、500、ちょっと多いぐらいの、300とか多分2号と4号なんじゃないかなと思う。2号と4号、うん、じゃ2号だったらここでよくない、ちょっと多いぐらいの、ちょっとこれでつけとこう、ほんまに、まあ、いいことでしょ、いいことでしょ、柔らかくても、これリーさんの責任だけ、はい、柔らかくてもどうせ痛めるとき一緒だって、そう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 、準備しとこう、準備しとこう。リーさんの準備が違うわ、それまあええか、ええことでしょ、その準備もあり、準備しとこう。おいそんな、俺その準備かい、へえ、こけよかったのに、出んのよ今お尻が近寄ってくれたからね、わざわざこれやめると思う。これ、ここから映ってねえな、向こう。うん。足だけ。映ったら黒いや。しちゃうけど。で、片手手袋せずに投げる。そう。で、刺さるんだと。ないの？多分せんの。よし、これで。うわ、久しぶりだな、この外で。はい、叫びをするのは久しぶりだ、ね、そう。久しぶりだよ。だって外で寒いんやもん、お前。この前寒かったもんな、トムソーヤ、ほんまに。あ、ちょっと反対。ツイート。ツイートでしょ。いいよ。久しぶりの焚き火。あ、ちょっと今、暑いかな。あったか。ちょうどいい。よし、ドーンとドボンと一個入れ。前にやるそういえば、うち火起こす前にねやるとしたらね、そういえば起こしてからと熱いよね。あ、でももう枠を作っていけないんだな。あ、そうじゃ、四角にしてから持っていけん。来たな。あ、いい、なんか落ち着く、うん、こっちの方がなんか安心感、安心感もね囲われとるけん。で、これがつく予定なんよ。スノーピーの純正の早いよ、ほら
入ったろ。純正の入ってね。入ってね。浮いてる。歪んでる。歪んのよ、これ。入ってるけど。あ、でもいけるな。ちょっと乾杯しようや。ちょっと絵面飽きたろ。誰かさん入ってねえし。はい。違う。はい、久しぶりのキャンプ。1ヶ月ぶり?また。ポートル。グリーンで行きます。全然見えよ。はい、お疲れっす。お疲れ様です。はい。あ、それね。映ってる。冷たーい。映ってるね。ちょっとさ。冷たい。いや、これもやる。こっちの方がやる。あ、やばー。だってこれ周り凍ってたもん今。やろ。氷が触っとるような感じ。うまっ。でも今、うまっ。うまい。あ、これね、本当にね、ま、湿気だった。でも一応コメリを全部持ってきたから。コメリは間違いないです。今日はね、前菜にやっぱ、今日も、今日も、ステーキ。ちょっとリーさんに食べさせたい。前菜ね。誰破ったのこれ。プラント5といえば、前回食べたワイルドステーキ、このガツンとガリくくるやつね。でもこの前、今日行ったら今もっとワイルドなやつがあったよね。もっとワイルドなやつがあったんですよ、プラント5。ちょっと一回行ってみてください、プラント5。いや、これは俺ちょっとこれがすごい思ったけど、もっとすごいのになりました。はい、やばいな。ちょっと焼いて食べましょう。そんなに吹き込まれてるもっとガバガバ。はい、よし、ちょっと待ってね、うん、はいはい、行く。ちょあのね、プラント5がね、またこのホタテで味付きのやつ、スパイシーと塩だれとオリーブオイル3種類。行くよ。おいい感じ。おいしそう。あ、でも膨らんできたね、ホタテ。ちょっとこれ。お、切れるね。そう、あ、いいんじゃない？いいんじゃないの？なんかちょうどええよって言ってる。うん。ちょっと食ってみて。熱いわ、どう考えても。バカ野郎。そうじゃね。うまっ。うまっ。いやいやいや、うまっ、うん、もう焼けよ。もういいよ。ホタテ、熱くないのよ、この人。マジで好きだよ、これ熱い。でも、余熱で、余熱で多分。ホタテ、いいんじゃない？ホタテに。うん、そんなもんでいいよ。とりあえず。うん、ありがとう。はい、そこで見せてる。そこでカメラ。カメラに。どう？どうじゃない？でもさ、どう？うわ、どう？美味しそう。どうですか？美味しそう。美味しいって質問したい。あーあー、食えるかよ。いただきます。いただきます。あんな脂柔らか。うん、これご飯欲しくなるの。ご飯ない。うまっ。いただきます。なにこれ。あ、ガーリック。美味しい。これがの、このガーリックねなったの。焦げてどこ行ったんだ。ガーリックと共に食べには意味がなかったのに。あ、ガーリックすごい。ガツンだろ。うん、あ、すごいね、ガーリック。ガツンだろ、うん、ガーリックは本当にないね。ガーリックが美味しいね。どこ行った。ケリどれだったっけ。スパイシーこれ、うん、よしよし。火を切る。火を地下火な巻きな火巻きグリドリで、こう滑る、うん、あ、いけるいける。はい、ごま油いきます。こんな感じ。うん、頑張って。牛肉、牛のバラ肉多いな。どう温まってねえわ、そんな音が違うし、ドボー入れたし。わー、これいいね。これ食べて食べたい。めっちゃいいわ。めっちゃいい。ほら、見て、全然焦げてない。焦げてなかったね。
焦げてねえって。よかった。あの、柔らかさもめっちゃいい。最近やった中では、アルカニ、見てほら、全然焦げてんの。すげえ、素晴らしい。なに、ここで焦げおるじゃん。うん、これ、ね。見てる？ここで焦げおるから。そう、ごめんごめん。食べおる場合じゃねえよ、この野郎。あっけんよ。はい。ビビンバのタレ。バカタレ。ルーも入ったのかな。うん、ルーも入ってる。ちゃんと入ってるね。ナムルいらないぐらい入ってるよ。いい感じ。入れますよ。入れますよ。でも入れてから寄るよな。入れました。よ。一焼きビビンバ風になってる。半袖でいいかも。熱いもん。あとね。うん、かかる。で、混ぜていいの？混ぜてください。お焦げしたいならちょっと。ちょっと伸ばそうか。はい、どうですか？こんな感じ。美味しそう。いくぞ、はい。はい。みんなです。はい、ここ見て、ほら。ビビンバの出来上がりです。ビビンバめっちゃ美味しそう。で、後乗せナムル。そうそう。はい、いただきますか。あのな、言うてんよ。もやしがさ、鬱陶しいね。わかる？とりあえずな、絡みつくよ、もやしが。ですね、見るか。ちょっと、焦げ入れたよ。はい。いや、いいんですよ。はい、食べますか。あったか。いただきます。いただきます。いただきます。お米ほこです。うん、さっぱりしてる。さっぱりしてる。うん。こんなしょっぱくなかったかな。肉がうめえ。うん。ごま油で炒まっとる。うん。うん。あ、うまいわ。うまいわ。あの、意外にあっさりとして美味しい。うん。あんまり濃いと多分、肉食ったら臭いよね。うまいわ。美味しい。うまい、うまい。でも5人分かな、これ5人分だな。もう上から下からごめんなさい。これ食べた。ごちそうさまでした。トリオ、ごちそうさまでした。いただきました、というかいただきました。いただきました。ちょっとトイレ行ってきます。行っといで。いや、来そう。ファイヤーしてる。本日のスイーツはありがとうございます。前回の岡山名物きびだんごを食べたけど、まあいいよな。岡山名物です、メーカーです。お手まんじゅう、これが美味しいんですよ。お手まんじゅうね、わらび餅が美味しいお店。へえ、そうですね、あるんだ。あるんです。なんていうお店かな。わらびの花。わらびの花っていうところ。わらび餅、これ一個大きいやつ。これでかすぎん。これ手でいこうや。いくよ。はいはい。な、もうきなこまみれ。だってのっけていったじゃん。どれ食べるのそれ。これいただきます。あつー。あー、なんか不思議な感じ。うん、もう手でいきますからね。いただきます。乗っけた感じ、ふわっとしてるね。うまい。うまい、ね、うまい。いただきます。あのね、これうまい。うまいね。この食感が。うん。とろっとして。うん。きなこが。これだけうまい。おいしい。見えるかな、これ。こう。ね、一個ずつ梱包されてます。これを開けると、バッカン。開けると、バカン。このサイズがいいね。これ。ちょうど、そうそう、これ仕事中に食うのがちょうどいいの。あ、いいね、その甘さが、ね。しみるよね、この。あんこがいいよね。薄皮まんじゅうみたいなやつよね。そう。言うてみれば。いただきます。いただきます。きな粉でもきな粉の甘みが残ったんだ。あ、またやっぱきな粉の甘みと全然違う、このうんこの。やめて。あ、うまっ。星あんだったんだね。星あんですよ。めっちゃ怖い。うまっ。あれ、うん、まっ。身に染みるね、この甘み。めっ
仕事終わりに食べたい。3時のおやつに食べたい。おい、ちゃんと自分で言うたけん、ぶって仕事中に食べるのが一番美味しいやん。これ3時のおやつがいい。めっちゃくさめっちゃくさいごめんなさい今風ねえけん停滞しちゃうよここすいません、うん、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。美味しかった。よし、もうそろそろ片付けて寝ますか。いやいや、また明日。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今こう天気場所か。天気悪い。まだ天気です。朝もいたします。今日こそハニーハムはハサムニダじゃな今日こそないつも違うけんな気持ちろハムをパンにハサムニダでチーズピッあ、上手そらステッカー貼り上手でも言うんだよそれあ、ちょっとマヨネーズね知っとる今気づいたんだけどさ冷蔵庫に入れたまま家の家のうそえないない最初の一番困ったそっち全然だね忙しいねもうグダグダですあんまり置いてこいもん置いてこうか今日なんかいろいろ忘れたのねまた調味料忘れた鶏肉忘れたトマトジュース買う買い物忘れて盗み忘れただからブツブツブツ料理を買わせてこれでいいってことチーチーチーってなきなしたなこれこれ木漏れ日でなくやったよ今日はね128円の味わいオレンジこれなんか前飲んだんで味わいオレンジちょっとみんな不安があったろ大丈夫だと思ってマジで思ってる思ってるかい思ってないんだこれな全然足くるくるせんねえな火ついてねえよカイリーさんドローリオちょっとカメラに見せてね。あ、あよ今パカン色だよ。いいね。ドローリオ。パカン色だよ。食べてみて。はい、いただきます。いただきます。どう？どう？苦い。もうグダグダ。はい、いただきます。そうじゃん、自分で作ったらそういや。はい、いただきます。うん。どう？これもやっぱ焦げる味がする。するんかい。さっきよりは焦げてないけど。あ。大手饅頭。じゃじゃん。はい、これを。ちょっとね、ホットサンドでサンドします。大手饅頭パン。大手饅頭ってなかなか買わんよね。買わん。自分自ら買おう。もらうもんね。な。これだけでいい？うん、いいんこんなんで。いいよ。これ横から見たら面白いよ。これ。にゃって。いった。よし。はい、もういないね。これもいらないか。
あの表文字あるところがさ、悪いですよって。ちゃんとアンパン、アンパンになりましたね。はい、いただきます。いただきます。アンパン美味しいよ。うまっ、うん、あったかいし、あったかいね、あんこ。あ、うまい。あっさり終わってないよな。はい、ごちそうさまでした。で、昭和り、今何時？11時目標だったんで、あの楽勝だ。なんとか終わりました。大見りしすぎて動画がありません、また。おかしいな、今回からなんか違う動画を撮るで、どうのそうのようだな。動画を撮ることを忘れたって。そう、また次回ですね。気持ちいい、おかげも多いしね。で、綺麗にセーブされたので、全然も近いし、あとこれが標準装置で動かせれるんで、好きなところは動かせれるんで。これ知らんかったから。まあいいサイトはいっぱいあるし、ちょっと隣が近いかっていうので。もまあ一応目隠しして、目隠しはしてくれてる。追加です。カレー食べて帰ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録が向いたらよろしくお願いします。仕事もしてます。じゃあバイ、次回の動画で。